おい、ござる三日走りできる剣あるって。なにこれ。銅の交換ブロックで2スタック欲しいです。少しなら、銅売ってもいいペコですよ。なるほどな。どうしよっかな。今、風間はまだペコラ先輩のやつ全部見切ってないから、知らないんでござるが、あのタワーさ、作るのにさ、レンガとか使うかな。でもレンガを使うような建物じゃなさそうなんだよな。欲しい素材あったら取ってくる。例えばダイヤとかね。ダイヤだったら取ってくればいいじゃん。あ、でもどうしよう。ちょっと待って。迷うな、これ。これまずいものお願いされたら風間勝てねえな。ネザナイトとか言われたらもう終わる。あ、わかった。もうこれでいいやん。ござる、パシリ、1時間、何でもやります。これじゃね？ただ、1時間な。1時間。ペコちゃんにそれは危険みたいな。どんな見方してんの、チョコラ先輩に。バカにしてんのかって言われたら、マジでごめんなさい。寝たら半分。そういうこと言わないんだよ、みんな。気づかないがおもろいんだから。ゲーム内3日だから、寝たら1日過ぎるから。寝ていいと思ってんの？いや、当たり前だろ。なんで人間に寝ちゃいけないなんてこと言うんだよ。寝かせろ。なんで寝かせてくれないの？このホロライブの、厳しい世界を教えようとしているペコラ先輩が、あれどう返してくるかな。何気にペコラ先輩とめちゃめちゃこうやって絡んでるのって、ま、本当にやりとり上このマインクラフトのやりとりが多いんだけど、めちゃくちゃに絡んでるっていうか、もう掲示板で絡んでるからね。対面であんまりめちゃめちゃ喋ったことないからね。喋ったことないのにいきなりそんなハードなお願いするの前だから、一旦様子見ようよ。やっぱ後輩だからさ、ござるに一体何を求められるのかちょっと確認しよう。これで距離感測ってこ、みんな。いきなりさ、物こんだけください、これ渡しますっていうよりさ、ござるに対してどれだけ求めているのかをこれ確認しよう。言ってたの見たけど、縦社会だからなって。縦社会に習って風間はもう三下ムーブするよ。もう何でもします。お手伝いさせてください。その報酬として銅ブロックください。これ立派な取引でしょう。銅2ブロックでかありだな。ござるを3日間でしょ、神谷。パシリ、必要になった時すぐ言うね。ござるとペコラ契約完了。ござるペコラのパシリ。よし、3日間、ござるパシリだって。自分からまさかパシリになりますなんて。銅ブロック2スタックか。コロメンにもらったやつでござるをパシらせる。もうまたこんなことしたら大空警察の言われちゃうよ。自分から言ってきたんですよ、本当に。自分からペコラはしたくてやったわけじゃない。もうあっただよ。何も悪くねえのにこれ言われるやつ。悪くないよね、ペコちゃんね。まず後輩をパシらせようとしてることが悪いペコだけどな。なんかいつも悪者になっちゃう。まあおかしいな。はあ、マイクラってやめられないよね、みんな。マジでホロメンとの絡みも多いから余計やめれないわ。楽しい。あ、パシリだ。いやん、パシリ。はい。おい、自分で書いたの気づいてねえのか。働きます。素晴らしい。うむ、励みなさい。今はちょっとお願いすることないんだよ、申し訳ないけど。何か用事あれば呼んでください。働きます。1時間。今大丈夫、ペコ。ありがとう。必要になったな。いいね。1時間だけかよ。ってことは3時間だけ？イロハちゃん。生ぬるいよ。ペコちゃんを何だと思っているのだ。生ぬるいよ。1日は24時間あるよね、イロハちゃん。こんな先輩、嫌だ。やばい、マジでペコちゃんさ、とんでもないあれになりそうじゃない？とんでもない最悪な先輩になりそうだわ、今後。誰かペコーラを止めて。もうなってますよって。え、嘘。なってないでしょ、まだ。